ディベルティメント編補調調計563は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトによって作曲され、1788年9月27日にウィーンで完成された。ディベルティメントと題されてはいるが、編成は、弦楽30層に限定される。そのため、この曲を特に、弦楽30層のためのディベルティメントと呼んだり、バイオリン、ビオラ、チェロのためのディベルティメントと呼ぶこともある。 この曲を作曲した1788年9月は、有名な公共曲、ジュピターを作曲した約1ヶ月後にあたる。モーツァルトのフリーメイソンの仲間であり、当時モーツァルトが、しばしば生活費の援助を受けていた友人、プーフベルクからの依頼によるものである。この変歩調調という調整はモーツァルトが、フリーメイソンを象徴している調整だと言われる。3は、フリーメイソンにとって、 重要な数字だとされ、変歩町長は、フラット3つだからである。1791年に作曲された、オペラ、魔キでは、曲の至るところに、3という数字を使って、フリーメイソンを暗号のように盛り込ませていることで知られるが、魔キも、やはり変歩町長で書かれている。奏者三人からなる、このディベルティメント計六十三も、やはり、三という数字を使って、 フリーメイソンに検定されているのである。もともと作品数が少ない玄楽三重奏において、数少ない傑作に数えられるが、ディベルティメントと命されているため、一般には玄楽三重奏曲と認知されていないという問題がある。モーツァルトは、ディベルティメントと題した曲を20曲以上作曲しているが、玄楽三重奏の形態を取る者は、 この辺補聴調計563のみである。この計563は6つの楽章からなり、ディベルティメントと題されてはいるが、ディベルティメントに特有の娯楽性を目的としたもののみならず、もっと高い音楽性を志向しているのが特徴である。室内楽曲としての処方としては、弦楽四重奏からバイオリンを1本書くため難しくなるが、 各楽器を均等に扱いつつ精緻な作曲技法を施し、構成的にもしっかりしたものにすることにより、モーツァルト晩年らしい作品になっている。演奏技術的にも高いものを要求し、各楽器は時には競争曲のような妙味も見せ、モーツァルトの他の弦楽四重奏曲などより難度は高い。モーツァルト自身、この曲を少なくとも2回は演奏した記録が残っている。 1789年4月にドレスデンでの演奏の様子を妻に知らせた手紙の中ではこの曲をとても綺麗に演奏できたと報告しており、モーツァルト自身がこの曲を重視していることがわかる。モーツァルトはこの曲のビオラパートを弾いたとされるが、この曲のビオラパートは弦楽四重奏における内政日本文の役目を時には担い、また時には競争曲のようなソリスティックな動きを見せるという、 音楽的、技術的に高度なものが要求される。そのようなところから、バイオリンピアノの振動として有名だったモーツァルトが、ビオラにおいても演奏技術が非常に高かったことが伺える。演奏時間約40から50分を要する対局である。ありがとうございます。